この先にも敵がいる。俺がぶっ飛ばしてやる。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。肩慣らしといくか。竜巻！きつい。覚悟しろよ。その程度だ。これだ。勝負！刀がうずき竜巻。おれこの足でマナーがなってねえの。さうあれが総裁殿。ああ、あの柱がいっぱいあるとこだ。じゃあやってやるか。さあ喧嘩だ。そこだ。準備 OK だ。そこどけ。行くぞ。しょうがない、やりますか。準備はできてるぞ。行くぞ。行くわよ、サイクロンテンポ。鬼まだだ。これだ。俺が相手だ。あいつの弱点。肩慣らしといく。行くぞ。さあやるわよ。待ちなさい。さらに戦闘が激しくなっているようね。さっきの爆発を気にかけている様子もないわ。ああ、これは簡単には収まらねえな。みんな聞いて、考えがあるの。ここはクロコダイルと戦争の停止。手分けをして対処するしかないわ。ルフィ、ゾロ、あんたたちはクロコダイルを止める役目よ。おう。ビビ、あんたは反乱軍を止める役目よ。え、でも一刻も早くクロコダイルを。こっちはこいつらがいれば十分よ。それより戦ってる人たちの命が危ないの。少しでも止めなくちゃ。マミさん、反乱軍も王女も
ビビの言葉なら耳を傾けるはずだわ。これはあなたにしかできないことよ。ごめんなさいルフィさん、私宮前広場に行くわ。今は私にできることを、命を懸けて彼らを止める。よし、いいぞお前ら。じゃあ俺は市民と一緒に避難する役目だ。お前もこっちだよ。クロコダイルは本当に強い。気をつけて。しっしっし、任せろ。ありがとう、ルフィさん。この国を信じてくれる人々のため、私も決して負けない。アラバスタの精神にも刻まれたワッフルドの名前。アリオが嘘をついているのでなければ、あの島と関係があるのは間違いなさそうだわ。あ、ロビンじゃねえか。遅かったわね。あらかじめ捜査遺体を調べておいたわ。さあ行きましょう。鍵がかかってて開かねえぞ。大丈夫よ、この総裁殿のことはほぼ調べてあるわ。どういう意味だロビンちゃん。さらに地下に潜りましょう。そこに鍵があるはずよ。ねえ、そこら中にある変わった像は何？アラバスタでは神聖な生き物、怪獣、ウミネコよ。行くぞ。足元の石板がスイッチだったみたいね。怪我は俺が直してやるぞ。ゴムゴムのガソリンだ。天候の変化な。行くぞ。邪魔だ。向こう側で火が上がったな。シッシッシー、行ってみるか。
路と階段が出てきたぞ。不思議。どういう仕組みなの？ここも開いたな。この先何があるかわからねえんだ。お前ら気抜くなよ。チョッパー、コガニーの匂いだ。こんなところに引っ越しクラブがいるのか。あそこコガニーだ。おーい、ロビン、総裁殿で何を調べていたの？まだ内緒よ。なんだ？何も起きねえぞ。先に動かさなきゃいけない仕掛けが他にあるんじゃないかしら。行くぞ。よし。俺がぶっ飛ばしてやる。やっと俺の出番か。ゴムゴムのガソリンだ。
刃こぼれすら己の恥。鬼ゲイノ俺何かのスイッチだったみたいね。なあロビン、これカブトムシか？いいえ。あれは？どうした、ロビンちゃん？天井の絵が気になったのだけど、今は関係なさそうね。反応したぞ。行くぞ。この図柄って岩山の遺跡にいたあの怪物かしら。この図柄は蛇か。多分な。それより何か仕掛けが作動したみたいだぜ。誰かに似てねえか？お前ら遅れるんじゃねえぞ。ナミ、持ちこたえろ。天候の科学、とくとご覧あれ。でもいいぞ。トラッキー！やるか。いくぞ。ゴムゴムのガソリンだ。今がチャンスだ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。ここが正気。覚え、目指すは私。
どうやら合ってたみてえだな。しししよし、行くぞ。扉の鍵があるとしたら、あの中ね。みんな、行きましょう。その鍵があれば、あの扉も開くはずよ。連中がわらわら現れやがったぞ。バロックワークスのエージェントたちだわ。私たちがここへ来たことにクロコダイルが気づいたみたいね。どうするの？全員ぶっ飛ばす！ご注意ください。ゴムゴムのガトリング。準備 OK だ。鬼待ちなさい。な、なりこの力。敵がいるんだよ。待ってろ、クロコダイル。ほいっと。おお、なんでこんなところにヨイサーがいるんだ？よし！
なところに何しに来やがった、麦わらのルフィ。お前をぶっ飛ばしに来た。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。このグランドラインにゃよ。何をしに来た、麦わらのルフィ。お前から国を取り返しに来た。国？おかしなことを言うやつだ。国はこれから奪うのさ。もう奪ってるじゃねえか。ここが本当にあいつの国なら、ビビはもっと笑ってられるはずだ。それが戦う理由か？他人のために死ぬのか？この国もあの王女も海賊のお前らには何の関係もねえだろ。ビビは人に死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとするんだ。ほっといたら死ぬんだよ。お前らに殺されちまう。わからねえやつだ。だからその厄介者を見捨てしまえばいいぞ。俺は死なせたくねえから。仲間だろうが。あいつが諦めねえ限り、俺たちも戦うことをやめねえんだ。たとえてめえらが死んでもか。死んだ時はそれはそれだ。いけるか。ゴムゴムのオブレット。さあブルース、いつでもいいぞ。トレインタフルールフリップ。いくぞ。俺についてこい。必殺カエルブシ。なんで私なのよ。いくわよ、サイクロンテンポ。ほう、いいじゃねえか。ゴムゴムのオブレット。無駄だ。よし、交代だ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。これは一筋縄ではいかなそうね。トレインタフルールフリップ。いくわよ、サイクロンテンポ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのオブレット。無駄だ。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわ。いくわよ、サイクロンテンポ。仲間の力を見せてやる。ありがとう、チョッパ。これは一筋縄ではいかなそうね。やっと俺の出番か。ボーショット。お前バルハン。あ、諦めねえぞ。いくわよ、サイクロンテンポ。
けるか。ゴムゴムのブレッド！グランドセック、グランドデス。情けない姿を見せちまったな。サンジ、言ってなんかいねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとう。おう、効かねえな。ボーショット、この俺デザートラッパーだ。情けない姿を見せちまったな。いくわよ、サイクロンテンポ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレッド。ふざける。これでビビもは、はあ、ま、あ、俺の体は今だ。おい見ろ、クロコダイルのやつ。おお、なんだあれ。どういうこと。あんな状態見たことないよね。何が起ころうと変わらねえ。俺はワニのやつをぶっ飛ばしてビビの国を取り返す。どういうことだ、何が起きてる。気をつけろルフィ、様子がおかしいぞ。こいつ強えな。ゴムゴムのブレッド。ほう、いいじゃねえか。ボーショット。まずいわね、こいつ強いわ。行くわよ、サイクロンテンポ。仲間の力を見せてやる。お前ら無茶しすぎだぞ。ありがとう、チョッパ。おう、グランドセック、グランドデス。ちょっと休憩だ。ゴムゴムのブレッド。ほう、バルハン。ちくしょう、舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。これ食べて元気出して。怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。お前俺に逆らうのか。ゴムゴムのブレッド。聞かぬ、デザートラッパーだ。舐めないでね、こう見えてなかなかやるわよ。これ食べて元気出して。ナメさんが、腹ごしらえだ。ありがとう、サンジ。行くぞ、ゾロ。
えトラコクテイサやるハリだほういいじゃねえかくらえおらボーショット舐めないでねこう見えてなかなかやるわよ行くわよサイクロンテンポ効かぬいくぞトロえトロコクテイサやるファリだお前グランドセッグランドです情けない姿を見せちまったなレディーの前で情けない姿は見せられないな腹ごしらえだありがとうサンジ無駄だゴムゴムのオブレット効かぬなんで私なのよこれを悪い助かった俺だって強くなったんだこんな奴に負けねえぞ行くぞゾロえゾロコクテイサやるファリだほうデザートラッパーだこれでいいかありがとうサンジほういいじゃねえかゴムゴムのオブレット効かねえよこれを悪いたビビってなんかいねえぞこれで元気になるぞおうこの俺がゴムゴムのオブレットデザートラッパーだこれは諦めが悪いんだボーショット効かねえな怖くなんてねえぞ行くぞゾロえトロコクテイサやるファリだクソがデザートラッパーだクソ違うムートンショットクソがふざけるな。よっしゃ力が戻った私この悪くこどこの馬の骨とも知れねえ小僧がこの俺を誰だと思ってやるやろうサーブルスピザードストーム ラスパーだ
時言ったよな。お前を超えていくって。戦いの続く宮殿広場で声を限りに叫ぶビビ。しかし興奮した戦士たちにはその声が届かない。その時轟音とともに広場に何かが落ちてくる。それはルフィに敗れたクロコダイルだった。突然の出来事に戦乱が止まる。同時に降り始めた雨に戦場の殺気が薄まっていく。戦いをやめてください。ついにビビの叫びが彼らに届く。人々を救おうと必死に抗う王女の声。今降っている雨は昔のようにまた降ります。悪夢は全て終わりましたから。武器を捨てる両軍の兵士、麦わらの一味に救出された国王ホムラの姿を現し、民衆に終戦を宣言する。こうしてアラバスタの内戦は終結した。王女と共に命を懸けた海賊たちの戦いは誰も知らない。仲間の人たちは町に出て行かれましたよ。探しに行かれますか？今夜は宴となります。それまでには帰ってきてくださいね。私も一緒に行くわ。よし、じゃあみんな探すか。あ、いた。お、ウソップとチョッパーだ。あ、ルフィ。迎えに来たのか。わかったよ、すぐに戻るぜ。ルフィ、迎えに来てくれたのね。私は大丈夫よ、宮殿に戻って。
直すの大変そうね。まあな、けど大丈夫だ。そうなの？どうして？だってみんなで直してるじゃねえか。うん、それも。もう時間か、ルフィ。マドモアゼルとの別れは寂しいが、行くしかねえな。ルフィじゃねえか。宮殿に戻るんだろ。さっさと行くぞ。あら、減った。そろそろ宮殿に戻るか。ロビンが来れないのが残念だな。そうだな、チョッパ。ロビンちゃんには今度俺がとっておきのアラバスタ料理を振る舞うぜ。俺もサンジのアラバスタ料理食いて。ああ、全員ちゃんと食わせてやるよ。